族の祝いはいつもの同じだよ。テーブルを囲んでるけど何も話さない。強制された笑顔、元気とか虚しい、まるで映画の台本みたい。みんなが率直に批判するオジトーバー、それぞれが完璧であることを証明しようとしている。しかし見た目の下には仮面が崩れ、隠された恨み、昔の出来事が浮かび上がる。コラ族のお祝い、命令された幸せ、強制された絆、広げた笑顔、クリシェに迷い込んで熱烈なスピーチ、しかし本質は虚無、温め直しただけ。終わりのない食事、責める視線、それぞれが役割を果たし、しかし偽善が広がる。大きな発表、衝撃的な発見、話題になるけど本当のところそれは芝居だけ。静かな口論、強制された笑い声、それぞれの行動が見られ、それぞれの言葉が図られる。息を詰めて過ぎるのを待つ、しかし毎年同じ、同じ行き詰まり。コラ族のお祝い、命令された幸せ、強制された絆、広げた笑顔、クリシェに迷い込んで熱烈なスピーチ、しかし本質は虚無、温め直しただけ。ブリッジ、愛と結びつきを言うけど真実はどこにあるの。グループ写真の裏には隠された物語がある。ドラマに変わる会議、飛び交う叫び声、誰もが自分自身でこの演技に飽きる。説得力を持たない伝統、退屈する子供たち、緊張する大人たち、外部を保とうとして氷を破ることができるかどうか。しかし本当は糸の上にあることを知っている。行き詰まりだ。家族のお祝い、虚栄のサーカス、それぞれがカードを見せるけど誠実はない。グラスを満たし、あらかじめ決められた役割を演じる。しかし本当は笑いの裏に我々はみんな縮こまっている。持ち上げて愛し合ってるふりをする。この見せかけの中で自分たちの存在を表現する。家族のお祝い、偽りの演劇、それぞれが役割を演じる。しかし何も本当に生きていない。持ち上げて愛し合ってるふりをする。この見せかけの中で自分たちの存在を表現する。